埼玉県立浦和西高等学校は、埼玉県埼玉市浦和区木崎三丁目にある、公立高等学校。通称は、成功。全日制家庭に普通科を設置している。県内公立校としては、数少ない私服校。県立校では、数少ない私服校として人気は高く、平成21年度の入試では、前期で約7.1倍、後期で約2.0倍と、 県内最高の倍率を記録した。大学進学志望者が多く、二千十四年度は、国公立大学に五十六名、早稲田大学、慶応義塾大学に二十五名、学習院大学、マーチには二百十一名が合格している。旧浦和市北東部にありながら、公名を浦和西とするのは、前身である浦和第二高等学校並びに、浦和第二女子高等学校が、 旧浦和市の西部である別所にあり、教学科の際に浦和西高等学校と解消したため、現在の埼玉大学教育学部付属中学校の敷地に曲がりする形で同居し、校地が手狭であったことを解消するために、1956年に現在地に移転するにあたって、埼玉県立浦和北高等学校と公明の変更が検討されたが、すでに、 成功という公明が定着しているという判断で公明を引き継ぐ運びとなった。日本国憲法教育基本法の精神にのっとり、下記を同行の教育目標とする。自主自立の精神と豊かな知性と情操を養い、心身ともに健全なる社会人の養成を期する。この教育方針は旧教育基本法の下で制定され、 安倍政権の際に教育基本法が改正されたが、西高の教育方針における教育基本法の精神にのっとりの一文に関しては、特に変更はされていない。成功祭と予選会、卒業式、球技大会が主な行事である。いずれも、生徒会の予算執行が成立しなければ開催されず、生徒会が発足しない場合は、すべての行事が凍結される。 また学校主催の行事として、周期に行われる、恐怖大会、冬季休業中に開催されるスキー学校、2年次の修学旅行がある。なお新入生に対するオリエンテーションは、学内の有志者によって主催される。生徒会は、会員の自主的活動により学園生活を充実し、協力と愛好の精神の功用に努め、個人として、 また公民としての良き資質を養うことを目的とし、三権分立の考え方にのっとり、議決機関である生徒総会、その代行機関である中央委員会、執行機関である本部、その下に属する専門委員会に加えて、審査機関である審査委員会が存在する。生徒会則に従った厳格な生徒会運営がなされ、生徒会役員が定員数に満たない場合は、 凍結という事態もあり得る。夜間照明が設置された第1グラウンド、野球場、ラグビー場、テニスコート等が設置されている第2グラウンド、公式大会使用下の50メートルプールと体育館を持つ。また合宿所券閣議場と部室棟、茶室と視聴各室が設置された特別教室棟、ミーティングルームと勾配、食堂の設置された50周年記念館などがある。 その他に、正門から正面玄関まで続く通称、遅刻坂、校舎裏と第二グランドを結ぶ地獄坂、かつてテニスコートがあった中庭である万葉のお庭がある。また、西高の公式の施設ではないが、西高のすぐ近くに、カリンという軽食やお菓子などを販売する店舗があり、生徒たちが頻繁に利用している。さらに、かつては、ナンガサンドや、 成功うどんや、日、高堂という店舗も西高の近所に存在したが、現在は廃業している。出席、大学紛争の波が、高校にも押し寄せ、西高においても10月24日に3年生有志が、3項目の要求を提出、校長からの返答に納得せず、26日17時から、HR 棟4階を封鎖した。 その後5日間にわたって説得が続けられ、封鎖は解除された。だが、HR や全体集会で生徒と学校側の話し合い、討議は続けられ、最終的に正常授業が実現したのは11月14日からで、あった。この事件によって、現実を変革していくことに挫折し、無力感に苛まれる風潮が強まり、結果として、無関心、無気力、無責任といった、 三無主義が生徒たちに浸透していく契機となった。同時に、生徒会とは何かが問われることとなった。ありがとうございます。